パシャマでございます。ということで、マイクラブ。あれ、ロナウドいる試合って動画にしたんだっけ？したか。したね。で、そんな勝てなかったんだっけ？わかんないけど。まあ、週末は、もう何度も言います。配信中に何回もお願いされるので、何度も言いますが、基本的に、チャマの配信っていうのは、週末？金。金は、まあ、金は半々。ただ、土日月は 100% FIFA やります。これ、ウィーケンドリーグっていう大会に関する予選が毎週末行われていて、チャマはエリートさんっていうところまで結構いけてるんですよ。大会までは出れるかわかんないけど、エリートって結構上手い人の部類なんで、多分、レート戦ばっかりが出るウィーケンドリーグっていうリーグで、勝率 75% とかそんぐらいなんで、これを続けたいっていうので、週末は FIFA をやります。で、平日はウィニングイレブンやりたいんですけど、ウィニングイレブンって、例えば5時とか6時とか7時とか8時とか9時とか10時とか11時とか、みんなが一番暇な時間にすげー重くなるゲームなんですよ。だから僕やりたくないんですよね。で、ウィニングイレブンは平日の夜中か昼間とかにやってますんで、ぜひ見に来てくださいと。あとは、平日の夜はだから、まあ、PUBG か FIFA。まあ、FIFA やんないかな、平日。人が集まったら、PUBG とかをやりますんでね。で、まあ、あとは、まあ、その時の、今日はあんま重くないな、とかであれば、ウイレもね、やりますんで、ぜひ。で、別ゲーやってる時に、ウイレやってくれ、ウイレやってくれ、とか、FIFA やってくれ、とかね。まあ、ウイレの人が一番ね、結構、ルール違反というか、あんまりね、そういうの、他のゲームやってる時に、言うとね、みんなも冷めちゃうんで、あんまり言わないでほしいんですけど、やっぱウイレの人がね、ウイレやれや、ウイレやれやってね、ちょっと、ということでコメントいきましょう。まあみんなのことはね、大好きなんで、こう、なんとかね、仲良くしたいんですけど、やっぱ嫌いになりたくないですね。あとね、俺、試合中、ウィーケンの時とか、質問をね、もうすごいしてくる。体重何キロですかとか、彼女いますかとか、なんか好きなチームどこですかとかさ、聞きたい気持ちはすごいわかるし、まあこう、そういうコミュニケーション取りたいんだけど、試合中は集中してるので、コメントしないでくださいっていう、まあ、ことを込めて、まあ、言ってるんだけど、変わらないと。だからコメントが減らないと。いうことでも一発ブロックしますって言って、僕一発ブロックしてるんですけど、もうそしたら、お前は視聴者さんのおかげで戦ってる、生活できたりとか動画を見ても見に来てくれてんのに、そんな視聴者さんに対して失礼だろっていう考えが、まあ、いかにも正論に、の可能性見えますけど、みんなも僕も一人の人間なんで、どっちもの気分を損ねないように、譲歩し合いながらやらなきゃいけない。僕はもちろんみんなのおかげでこういう活動を続けられてますけども、そこはね、もうお互い様として、じゃあみんなが、俺らが見てやってるからお前はその生活できてるんだろう、じゃあ何でもやっていいよな、好きなように、もう質問とかも全部答えろみたいなのはちょっと違うような気がしますんで、最低限僕をね、僕をちょっともうちょっと気持ちよく試合をさせて、だいたいちゃんと試合終わった後とか、たまには雑談配信とかで、いつでも質問していいよっていう時間は作ってますんで、その時にお願いします。まあ、絶対にダメとは言ってないんで、試合中、ウィーケンとか、まあ、ウィーレとか、試合中、まあ、試合って言っても15分くらいなんで、まあ、ちょっとなんかね、トイレ行ったりとか、わかんないけど、15分お風呂入ったりして、15分後、試合の間のね、あれだと質問で答えられますんで、ぜひぜひその時にお願いしますということで、僕はみんなのこと大好きですからね。コメントいきましょう。つーごーさん、チャマ君パワプロやってたんだということで、パワプロやってました、ぜひ見てください。たけひろさん、アプリの他にも、アプリの方にもこんなガチャ欲しいわなということで、素晴らしいガチャですね。右の、大阪ガンバさん、おお、スリマニどっか行けは吹いたということで、うん、スリマニはね、ほんとレスターでマジでやりにくい。ハンターの時からもそうだし、ウィリアムズになってからもやりにくかったね。まあ、その辺ちょっとコメント何言ってるかよくわかんないよって人は、ザ・ジャーニーってね、FIFA の、ストーリーモード、チャンターっていうのを育ててみんなでね、楽しんでるんで、FIFA のゲームだったから興味ねえやって思って見てなかった人もね、ぜひ見てみたら面白いと思いますと。試合に入っていきましょう、お願いいたしますということで、ロナウド、相手誰いた？ビダルマジ最高だから。ただ今週は本当に絶好調のやつがいないからね、能力クイーンができないんですよね。出せるか、あ惜しい。もうね、やっぱ体勢とかパスの精度、絶好調で能力がクイーンになってれば、あやばくね、これレバンダフスキ、おおカンテ神、
そしてクルトワ。で、あとね、ドンナルンマを育てるって言ったけど、あのね、ドンナルンマとクルトワがマックスの能力、レベルマックスの能力値をね、あの、画像を見せてもらったんだけど、図抜けてクルトワが強いから、ドンナルンマ育ってるぐらいだったら、クルトワ全レベル前にした方がいいのかなっていうので、今ちょっと迷ってます。どっちがいいかなみたいな。ネイマー、can he shoot? あ、違う。ミスった。今のはちょっと一点物だったね。ほら、もうビダルとさ、ビダルとカンテも鬼のように取るから。いや、決めて？ローナー？まあ、左足だったけど、今のはちょっと決めてほしいね。あんだけこうマネーをかけたんだから、今だから会長とかサッカーの会長とかも同じこと思うんだろうね。お前ネイマールとかにさ何十百億お前にかけたと思ってんだみたいな。移籍金だけじゃねえぞ、プロモーションとかいろいろお金かかってんだぞみたいな。外されたらめちゃめちゃ腹立つやろな、ほんと。あ、カンテトラップの方向ミスりましたね。グリバリからラモスもカチカチなんだよ、この金マンクラブはよ。でももうそろそろね、金マンも増えてきて、あ、ちょっとあれだね、スティックのタイミングがあんまりこう FIFA をね週末やってると感覚がずれてきちゃうんで、あ、カバー無理、ネイマー、あ、これ入ったな。まあ、よしよしよし、素晴らしいよ、うん、いい。うちのチームはね、もう3バックのカウンターで、まあ、正直ね、あの、まあ、チャマ君がこれ使ってるんだから、あの、この褒め楽しい、あの、強いんだなって思われがちなんですけど、強くはないです、真似しない方がいい。ただ、あの、気持ちいいです、すごく気持ちいいです。こんな感じでスルスル抜かれていきます。守備がね、結構めんどくさい。で、結構今作はあの、ポゼッションでビルドアップしてちゃんと崩していかなきゃいけないっていう感覚みんな持ってると思うんですけど、これだとね、ほんとカウンター一発グイーンができるから、従来のウイレっぽい、あ、やばい、打たせよこいつ。誰だった、ボアテングかな、ボアテングだったら打たせていいや、結構それだけ。いや、キモくね、クルトクルトの喜び方ちょっとキャラに合ってないな。もっとかっこいい、なんか落ち着いた感じのイメージだったけどね。はい、ネイマー、あ、うまい、 OK、 クリアしちゃう、あ、出なかった、ナイス、あ、あるんじゃない、いけ、あ、無理だな、ちょ、やっぱあれだね、カバーニの足の速さではあの距離は無理と。おお、ぶちかましていく、いいね、ネイマールから、ここが開いた、よいしょー、ローダー、今ちょっと待ったよ、俺待って、こう間に切ろみたいな、じゃあ間に切してくれたんで、まあ、そんなにね、いい軌道のシュートではなかったけども、相手反応できずみたいな。オッケー、これどうしようね、ムバッペ下げてウイングバック、あ、そっち行くんだ、俺もマニキしちゃおうかな、おお、危ねえ、全然反応してなかった。このカンテのドリブルね、まっすぐ走ってるだけで勝手に相手がフェイントを予想してずれるから、いくらでも抜けるみたいな。わ、ルカク、オッケー、ここね、ここが空いていく、カバーには行くんちゃう、あ、無理か、これにね、ロマンがある、抜けるんじゃないかみたいな、スルーパス一発抜けるんじゃないなみたいな感じでロマンがあります。パパサソ、落ち着け、よく周りを見ろ、お前は一人じゃない、ムバッピー、このウイングバックはですね、広い位置でポジション取ってるから、で、ここサイド下げたいよみたいな。ムバッピー走らしたいね、でもね、ビョーン、あ、そんなビョーンいかんかったけど、あ、いいね、
もう一回戻して、ここ、よいしょ！いや、ロナウド。天才。天才、ロナウド。もう3点。鬼です。あとは守備だね。結構、もうやられてるけど、相手も焦ってるでしょ、3点差。3点差ついて焦ってるだろうけど、焦ってるだろうから、だろうけろって、もう。両生類の鳴き声入れちゃいましたけど、まあこれね、守備をね、守備結構後半の目標としては守備結構前半やられてたんですけど、3対0なんでもうちょっと落ち着いて守備だから早めに、もうちょっと早めの段階、結構も押し込まれちゃってたけど、もう早めの段階でもうブロックしていくと、でそれでこう攻撃の時間を長くします。でも相手がもうずっと引きっぱなしでもう前に運べないよみたいな状況を作りたいと思いますね。でそれがね、絶好調だらけのスカットだったら結構ねできるんだけど、あんまりね押し込めないね、この普通調子普通が多いと。あー惜しい、いいよ、でもいいよ、ここでこの辺で取りたい。オッケーオッケー、あー、ここカンテなんだよな。はい、ナイス、いいね、いいね。ハーフラインちょっと超えたあたりで、で、ここもうカウンター。くそ。もうちょっとトップ、あ、横ちゃんとトップに当ててこないね。いいね、いいね、いいよ、いいよ。はい、OK。いいね。はい、これ。で、こっから早いカウンター、ここ。で、こう。あ、止められちゃった。OK、OK。これは、あー、誰もいないか。こういうロングボールはセンターバックがね3枚いいやつが、でっかくてね強いやつがいるから跳ね返してほしいね。でそしてまたマイボールみたいな、はい俺のターンみたいな、いいね、ベイル、オッケー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 、それをやりたい。でショートカット、ロングパスがダメならショートカットで、あ、ショートパスで、トップに当てようっていう時はカンテとビダルがヘイ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 っつって刈り取っていってほしい。でそれをそのパスを誘導させるためにカバーニ、ロナウド、ネイマールでムバッペ、ベイルあたりはどんどん前からプレスかけていくと。ちょカバーニの普通はちょっとあんまり使えないね。あとそう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 、サイドハーフをねもう1枚か2枚入れたい、1枚か2枚、1枚か2枚入れたいですね。よし、行こう。俺が考えたコーナー。あー寄られたか。あれ結構入るんだよね。あ、そっち行っちゃうか。オッケー。ちょっと待って。これマジで入るからね、本当。これマジで入るよ、コーナーとかミドルマイナス方向へのパスをバチャーンとダイレクトで弾き返すみたいな工夫してきたな。ドリブルでぶち込んできたね、ちょっと押し込まれちゃったね。これは勝てるな。あ、オッケーオッケー、わお、え、いやーマニキ逆取った。いや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 、もったいないよこれは。本当にミスに、今ミス3つありました。それ全部直したい、それはね全部直したい、もう二度としないように。こういうねカウンターじゃないときはゆっくりやってもいいかな。結構取られるなっちゃった。レバーどうなん、ほら手先に触らせといてみたいな。あ、開いた、ラインが上がった、よしベイル行け、ベイル行け、ダーン、いや決めろや。今のパスワーク結構気持ちよかったのにな。まあ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 、相手攻撃意識が高いのか。だとそうなると前にねもうすでに 2,3 枚残ってるってことが考えられるんで、ちょっとこのねボランチ2枚とセンターバック3枚では潰しきれないってとか考えられるのかな。
出せ、あ、惜しい。オーケー、いいね、今のいいディフェンスだね。もうサクッと気持ちよくリスクないボールの取り方。ここが行く、ムバッペ行け、クロス、オッケー。あ、クロスダメだ。まあ、ムバッペはやっぱ抜け出しシュートだけかな。クロスあんま良くないんだっけ、どうだっけ。まあ、そんな特筆するほどはないか。これがあるからね、ここもう何たってこのサイドのぶち抜きで、このスピードに戻っていくっていう素晴らしさあるから、もうオフだからあるよね、オフサイドって分かっててもすげえいい抜け方しそうだから出しちゃうみたいな。良くない良くない、気をつけていかねばねば。さあ、あ、これ惜しい、ね、今早かったな、今カンテが結構前に来ちゃってる。あ、オッケー、ここでもう一回ね、今戻したいけど無理かだな。オッケー、ナイス、あそこ取りたいけど無理くさい。これ誰だ、あ、ラッシュか。いや、危ない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 、はい、よいしょ、オッケー。こっからベイル、はい、あー、ハロー、オッケー、無回転決めるわ俺、いいとこ来た。ベイル、ロナウドの方がいいかな、あれベイルもしかして怪我してる、そんなことはない。そんなことはないか。ネイマールが、まあもう時間ないというか終わりだけど、アザール入れる？ロッペン入れようか。ロッペンのこのタートルネック感ね、何着てたんだろうね、あれね。あんな塗りつぶしてるけど。行くわ。ベールで行こう。ロナウドよりベールの方がね、曲がると思う。決めたらもう大拍手ですね。あ、落ちなかったわ。ちょっと、あ、後ろの方で、うん、ゴール越えた、ゴールネットの裏あたりでグンって落ちましたねもうちょっと早く落ちてほしかったな。今作の向かい手あんまりブレないよね、ドライブみたいにグンって落ちるけど、だ、勢いよくスピ、ね、勢いよくシュート打って壁越えたところでグンと落として、こうキーパー届かないところに入れるっていうのはできそうだけど、キーパーの目の前で揺れて揺れてどっち行くか分かんない、ああ入れられちゃったみたいなのはできなそうですね。あ、はい、オフか、これオフ臭いな、うん、ムバッペの方が良かったのかな、あれ。あと、まあ終わりか、来た、よしよしよし、終わりか。ロナウド、クリスティアーノ・ロナウド、クリスティアーノ・ロナウド、クリスティアーノ・ロナウド、ハットトリック、この怪物誰にも止められない、最強だね。これが先週までは B だったからね、鬼ですよ本当。今日の3点はまあね、あのパスとか出したりシュートボタン押したのは俺だけど、6割から7割ぐらいはもうロナウドの力っていう感じだったね。グッと耐えてもゾーンみたいな、なんとかねレート戦に戻して、今週もあの FIFA でエリートをしましたんでね、 FIFA、 うん、これでレート戦とエリート、ウィーケンドエリートを同時にしたこと人は未だかつていませんので、日本では初の邪魔になりたいと思います。ということで皆さん元気でお達者で、平日ウィーレ、休日 FIFA、このリズム覚えてね、さよなら、パー、まったねー。
最後までご視聴いただきましてありがとうございました。コメント、チャンネル登録よろしくお願いいたします。